chào các bạn, mình là Okaji。 このチャンネルでは日本語学習者が間違いやすい日本語や日本の文化などを紹介していきます。今日は第1回目なので、僕の自己紹介も兼ねて日本語での自己紹介をテーマにレッスンしていきたいと思います。自己紹介というのは、職場や学校などで初めて会う人と話すときや企業面接などで必ず必要になります。外国語を勉強する人なら誰もが通る道ですが、完璧にできる人は少ないように思います。僕は以前海外で日本語教師をしていたので、いろんな人の日本語での自己紹介を聞きましたが、もう少しこうした方がいいなと思うことが時々ありました。今から僕があまり良くない自己紹介をしてみますので、どこが良くないかチェックしながら見てみてください。バッターを問いなお。はじめまして、私の名前は岡地です。日本から来ました。以前は日本語教師をしながら学生たちに日本の会社を紹介していました。月水金は日本語の授業、科目に面接の練習をしていました。日本企業の面接があるときは、個別で日本語の勉強をしたり、面接について勉強したり、面接の練習をしたりしました。特に敬語は大切なので、しっかりと勉強するようにしました。趣味は料理をしたり、旅行をしたり、バイクに乗ったり、釣りをしたり、学生と遊んだりしましたね。バイクに乗ると言っても僕はバイクの免許がないので、学生の後ろに乗っていろんなところに連れて行ってもらいました。一番印象的なのは、そうですね、最後ら辺に行った学生の田舎ですね。名前はちょっと忘れちゃったんですけど、洞窟に、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さん、どこが良くないか分かりましたか？コーパーディエムホンハイニェ。まず一つ目、私の名前は何々ですと、何々から来ましたという言葉です。どちらも文法的には正しいですし、多くの教科書にも書いてありますが、実は日本人はあまり使いません。日本人が使うのは何々と申します、出身は何々です。申しますというのは言いますや話しますの謙譲語で、敬語の一種ですが、ここでの説明は割愛しますね。出身というのは生まれ育った場所という意味の名詞です。2つ目、自己紹介の長さです。日本語教師をしていた時、自己紹介が少し長いなぁと思うことが時々ありました。とても頑張っているのはわかるのですが、自己紹介はだいたい30秒以内にまとめた方がいいです。特に企業面接では長すぎるとマイナスイメージにつながる可能性があるので注意してください。最後、3つ目は少し難しいですが、お辞儀のタイミングです。日本人でも間違える人が多いのですが、マナー上ではお辞儀は話しながらしてはいけません。完全に言い終わってからしましょう。それでは以上を踏まえて、次は正しい自己紹介をしてみますね。はじめまして、岡地と申します。出身は日本です。以前は日本語教師をしていました。趣味は料理と旅行です。どうぞよろしくお願いいたします。各番トゥイサオ。シンプルな自己紹介ですが、これができれば日本人らしい自己紹介になるので、ぜひ試してみてね。それではまた次の動画で会いましょう。またね。